おはようございます速化塾の朝のニュースになります本日もよろしくお願いします今日お伝えすることは2点ありますね1つはあオフ会の話ですね、えー、仙台のオフ会というのを8月の18、19、20の間で組んでいたんですけどもどうしてもですね 飛行機のチケットが広島からの便が取れずにですね、キャンセル待ちをしていたんですけども、もうこの不確定なまんまあの日程を決められないなということで、一旦ですね、延期という形で18、19、20の予定はなしということにさせていただきましたので、よろししくお願いします。で、引き続きですね、仙台のオフ会の方、どうしてもね、えー、私は行ってみたいんで、えー、新たにですね、また1から。 日程と幹事さんと場所、まあ、主に幹事さんですね。こちらの方からあ全くの白紙から募集したいと思いますので、えー、仙台に、えー、ゆかりのある方ね、えー、ぜひ、えー、まああの幹事やるよという風な形でね、手を挙げていただきあいただきましたら幸いでございます。えー、幹事様最悪ね幹事様しか参加者がいない。 っていうことでも私は参りますのであの全然気にされないでくださいねとても楽しみにしております仙台といえばですね我々私もいろいろとゆかりがありますんでよろしくお願いしますそして次は8月5日のこともちょっとお話しさせていただきます8月5日は神戸のオフ会になりますこれは速化塾の中でもね FX に特化した柿講習ってのを独自にやってるんですけどもこちらの方の募集というかねまだ枠があるそうなんで幹事さんの方にお伝えしますあ、武藤さん 武藤さん、武藤さん、<laughs> お願いします。<laughs> はいえー、武藤さん、ねえー、仙台の方でお願いできたらと思います。いかがでしょうかね。サトルさんからもちょっとお勧めしといてください。えっ、ーえー、と、幹事様の特権といたし、特権ではないんです特権といたしましては、場所と時間が結構ね、優先的に決められるというところですかね。<laughs> えー、そんな形でございます。えっ、ー、と、8月5日の話ですけども、この FX のあ、川上さんおはようございます。FX のオフ会はですね、 神戸でやるんですけども関西地区の上村さんがね幹事さんというかまとめ役をしてくださって会場も決まりましたあーですんであので希望者の方はですね私を通じて上村さんから連絡が行くようになりますのでメールで連絡いただければメールで返信が来るという形になります、えー、もう若干ですね何人かが可能ということかなと思います うんでまあ、多くなったら多くなったでまたなんか対応しようかと思いますので、まあ、とりあえずお申し込みをしてみてください、えー、特に、ね、FX のプレミアムに参加してるしてない関係ありませんし、えー、それからですね速可塾に参加してない方でも別にもう来ていただければなと思いますで FX に自信がないんだけどとかねあおはようございます山田さんよろしくお願いします そういうい方でも、OK、でもす夏季講習ってのはやっぱりね夏に力をつけなくてはならないかなと受験生のように思うのとやっぱりね中学生高校生ですらやっぱり夏休みは返上してやってますんで我々がですね夏休み夏の期間、うん、なんか何かを勉強することを、ね、避けていってはいけないかなとかいろんな思いがあるんですけどもまあそうじてですね あ儲けれるようになるためには儲けるためのステップが必要だということでその一つだと捉えていただければと思いますで8月の26日は山口県のオフ会になっております、まあ、以上のようにですねオフ会の方も8月はしっかりとやらせていただきますので、まあ、皆さんね地域の夏祭りとかあの花火大会とかありますけどもその予定をかき分けてオフ会というのもね気に留めていただけたらと思いますそしてもう一つの報告です これはですね1.4倍、資産構築の話なんですけども9月のご入金分から1.4倍からですね 1.3倍にちょっとね、も、えーまあ、儲けが少なくなります、まあ、ですので、ちょっとね、まだ躊躇されてる方は、ぜひ一口でもいいんで、今月中、来月中にお申し込みということになりますし、あとはもうね、慣れてらっしゃる方、継続をしようかなと思う方は、9月かな、10月かなでいいかなっていうことではなくて、8月までにはね、えー、一口10万円のあれですか。 入れれていいいいただければ損がないかなかと思まますすおはようございますみさ,さん本日もよろしくお願いします、えー。でですね、来年から消費税増税になります。なんとね、消費税10%ですよ、うん。1万円のものを買ったらあー10%、1000円つきますんで、これ痛いですよ、うん。1万円が1万1000円ですからね、10%乗ってくるわけですから、1.4倍の方が10%減額になるっていうことはですね、 まあすごい払いが多くなるような印象になりますあの来、来年からね、それをちょっとヘッジする意味でも、少しでも資金を取り分けて、ですねトライしていただければと思います、もちろんあの不安要素は皆さんあると思いますよ、何年やってても不安要素はあります、これからもずっと続くのかなと、ちゃんと入金されるのかなと、でそういうこともありますけども、まあ、約束をね今まで破ったことがない会社であるということが、まあ、私の、ね、発信の源になっております。 うんでまあちょっとね、えー、いろんなことを考えますけども、うん、その危機回避危険リスク、うん、リスク回避ですねリスク回避っていうのはいろんな面でしておかなくてはなりませんそういう意味で一点集中で全部ドバっといくのはやっぱり私もお勧めしませんのでとりあえず一口でもという形でねお勧めいただければと思います えー、以上でございますね、今日の速果塾妊娠は以上です、まあ。一つはオフ会のことを申し上げました、仙台の、ね、オフ会の方は本当に申し訳ありません、また一から決めさせていただきます、早めにやりたいと思います。で、えー、とあと一つは1.4倍が1.3倍になっちゃうよという予告でしたあ。以上になります。本日も皆さん頑張っていいきましょう暑いですね